ーナメントリザーブマッチ。こういう終わり方をしたくない。シークロファンタジスタ元谷友貴、独学で身につけた技で一本勝ちを予想。北陸石川が生んだ寝技プロフェッサー。そこで優勝すれば今までの負けもひっくり返せるんで。しかし迷いがあったっていう、まあ、新しいことというか楽しみようかなって迷った瞬間にパンチもらって、何かが噛み合ってないとかそういうのがあるのかなと思って、それを見つけたいんです。元谷選手、まあ、最近ちょっと弱くなったかなと思ってるんで、テレビでもやったらあかんやろっていうようなヤバい試合をしたいです。悪影響ですね。まさかりさん金太郎、リングは違い封建と言い切る少年院出身のバチバチストライカー。トーナメント2回戦では優勝候補井上直樹のカーフキックと関節蹴りをもらい続けるが、気迫で突進。敗れてなお金太郎を恐るべし。まあ、そんなみんな差はもうないと思うんです。まあただでは帰らない。虎視眈々と天を睨む。すごい自分を持って殺し合いしたいなって思ってますね。形入っててもタップしないんだろうなとは思います。やっぱり締め技しかないかなとは思います。殺すつもりで奪い合い。バンタム級ジャパントーナメントリザーブマッチ、元谷友貴 VS 金太郎。